中学校のピロティ。廊下が広くなった空間に置かれた2枚の絵。これは希望と名付けられた黒板アートです。縦90センチメートル、横180センチメートルの移動黒板2枚にチョークを基本にソフトパステルで色を重ねて描かれています。作者は美術教師。彼は2020年4月より丸亀城のふもとにある中学校に赴任しました。しかし1学期が始まったのもつかの間、学校は新型コロナウイルス対策で臨時休校となってしまいます。生徒がいない校舎。作者は定時で勤務を終えると久しぶりに丸亀城に登りました。予想外に厳しい坂道に息を切らしながら頂上までたどり着くと、北に広がる瀬戸内海の眺望にすがすがしい気持ちになりました。しかし南側を見下ろせば2018年の豪雨で崩れた石垣がありました。影に大変な状況を抱えながらも凛と構える丸亀城は、今の私たちに無言でエールを送ってくれているように感じました。絵に戻ると、右側には現存十二天守の一つである丸亀城と生き物たちが。左側には日本一と名高い石垣の上に立ち、瀬戸内海を遠望する中学生たちが描かれています。昔の言い方で言えば二曲一席。二枚で対をなすこの絵は、触れれば簡単に消えていく黒板アートです。いずれは消されて黒板本来の姿に戻ります。私が足を運んだ時、誰もがそばで見ることができ、触れることができるこの絵が、学校が再開して2週間一点の傷もなくそこにありました。私にはそれが生徒たちが自分たちを見守る丸亀城からのエール、そして作者をはじめとする教員からのエールを確かに受け取った証であると感じられました。これからも先の見えない苦しいことがたくさんあるでしょう。けれども前を向いて進んでいこうとする人の思いは受け継がれ、未来へとつながっていくことでしょう。